ミシーフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ミシーフスタッフの金子です。今日はですね、この時期9月10月とかになりますと気になる方も多いんじゃないかなと思います。アディダスのジャージについてですね、ご紹介したいと思います。この時期というのはですね、やっぱりこうちょっと肌寒くなってきて、さっと羽織れるものが欲しいなっていうところで、近年ジャージがですね、非常に人気あるのかなと思います。ジャージといってもですね、呼び方も様々ありますね。個人的にはこうジャージって言っちゃうんですけれども、アディダスのオフィシャルでは、総称してトラックジャケットと、言っていますけれども、トラックトップって言ったりもしますね。今回ですね、当店入荷しているアディダスのトラックジャケットがですね、2モデルあります。その2モデルはですね、ファイヤーバードというものとベッケンバウアーというものがあります。パッと見はですね、同じようなデザインなので、カラバリがちょっと違うかなとか、そのぐらいかなと思われるんですけれども、実はですね、意外と違うポイントがありますので、そちらをですね、変なうんちくとかなしに、サクッと紹介していきたいと思います。ちなみに後ろにありますのが、そのベッケンバウアーっていうのとファイヤーバードになるんですけれども、もちろん色は違うんですけれども、パッと見は本当に分かんないぐらいな感じですよね。まずファイヤーバードの方なんですけれども、オフィシャルの解説によりますと、おなじみのアイコニックなモデルみたいな感じで紹介されてますね。アディダスの DNA を受け継ぐスタンドカラーの、定番的なモデルみたいな感じの位置づけになっております。で、反対にベッケンバウアーの方はですね、60年代に登場したベッケンバウアーというモデルを復刻したという内容になっております。70年代に存在していたアーカイブモデルをデザインソースにして、日本別注で作っているというものが、ベッケンバウアーになります。ただ今回のベッケンバウアーはサイズがかなり大きくなっております。いわゆる現代風なビッグシルエットという形になっておりますので、そちらも注意が必要かなと思います。まずですね、それぞれの共通したポイントとしましては、価格ですね。どちらも 13,200円となっております。で、素材ですね、ボディはどちらもポリエステル100ですね。裏地の感じも一緒でしたね。若干少し肝がかった裏地になっておりますので、がっつりスポーツというよりはやっぱりファッショナブルなアイテムになるのかなと思います。あとは基本ディティールですね、どちらも袖と裾にリブがついていて、フルジップで袖にラインが入って胸にロゴが入るというものになります。で、襟もですね、どちらもスタンドカラーとなっております。異なるポイントなんですけれども、まず一つ目はロゴと袖のラインのデザインですね。どちらもそれぞれ入るんですけれども、デザインが若干違います。二つ目にサイズ感、そして3つ目に首周りですね、襟の高さだったりとか、この首の締まり具合っていうのが若干違ってきます。まず1つ目のロゴとラインのデザインですね。まず胸のロゴなんですけれども、ファイヤーバードの方がですね、アディダスのトリフォイルロゴにアディダスっていう文字が入ります。ベッケンバウアーの方はアディダスの、マークのみとなります。確かにですね、言われてみれば70年代とかの古いジャージなんかはこの、アディダスの三つ葉のマークのみのパターンが確かに多いかなと思います。はい。で、次に袖のラインですね。こちらファイヤーバードの方は生地に3本の、テープを縫い付けているような形になります。で、こちらベッケンバウアーの方は1本のテープの中に色が分かれていて、その大きい幅広のテープを縫い付けているような形になります。確かにこれもですね、ヴィンテージのアディダスのジャージなんかはやっぱりこのタイプでしたので、やっぱりこのベッケンバウアーの方が少しレトロな、クラシカルな印象があるのかなという感じです。そして2つ目のサイズ感ですね。こちらは後ほど着用したイメージもお届けするんですけれども、ベッケンバウアーの方がですね、一回り二回りぐらい大きくできております。公式のサイズ表を見ていただきたいんですけれども、ベッケンバウアーの方はですね、身幅、着丈、そして袖の長さもですね、全て大きくなっております。ちょっと今っぽくゆったりダボっと着たい方はですね、ベッケンバウアーおすすめです。ただできるだけ、スタイリッシュにと言いますか、従来のいわゆるジャージっていう感じのサイズ感で着たい場合はファイヤーバードがいいんじゃないかなと思います。で、3つ目の、首周りですね、襟ですけれども、どちらもスタンドカラーにはなるんですけど、襟の長さがちょっと違いますね。ベッケンバウアーの方がちょっと襟が短い感じになっております。で、ファイヤーバードは長いです。で、首周りですね、長さっていうのもあるんですけども、ベッケンバウアーの方がちょっとこうゆったりした感じになっております。で、ファイヤーバードの方がこうキュッと詰まった感じになります。ファイヤーバードの方がこう結構首が守られるというか、結構しっかりと、保護してくれる感じの、デザインになっております。で、あとですね、細かいところだと、ベッケンバウアーの方はですね、ジップがダブルになっております。実際にこれ使うか分かんないんですけれども、あったらあったで結構便利な機能なんじゃないかなと思います。はい。ではですね、おそらく一番重要かと思いますサイズ感の方ですね、ご覧いただきたいんですけれども、ぜひですね、ベッケンバウアーのサイズの大きさの方ですね、ちょっとチェックしていただきたいなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。結構同じサイズでもサイズ違うっていうのと、ベッケンバウアーの方サイズ変わってもあんまり大きさ変わんないなっていうのが正直な印象でしたね。2モデル悩まれた際はですね、デザインももちろんそうなんですけれども、サイズ感だったりとか、着た時のシルエット、あとは首周りの感じですね、その辺でですねチョイスしてもらえればいいのかなと思います。ぜひですね、かなり使えるアディダスのジャージですね、まあ、カラバリ、そしてパンツもありますので、ぜひですね当然のオンラインストア店頭の方ですねチェックお願いいたします。では、本日のですねミッシュチャンネル以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミッシュチャンネルもよろしくお願いいたします。